皆さん、ラジ歴を聞いていただきありがとうございます。この番組は歴史を身近に感じてもらいたいと熱意を込めて話をする歴史大好きリートンと、この熱量をリスナーに心地よく届ける相槌ダメ出し収録編集担当音の職人ソッシーとでお送りします。変化の激しいこんな時代に知ってほしい、そんな思わずシェアしたくなる歴史の話をお楽しみください。いやー、リートン、ちょっと聞いてほしい話があって。何ですか、実はどやかいやー、もうね、自分の中ですごいどやりたいんですけど、はあはあ、どうやってくださいよ。最近久々に本を一冊読み切ったんですよ。ちょっと待って、久々に本を読み切った、一冊。はい、読み切ってないの。もうね、いや、これ僕だけじゃないと信じてるんですけど、もうね、積ん読、欲しい本か、積ん読、まあまあ、積ん読は僕もいっぱいありますよ。そうそうそう。で、あと、もう一個、久々だったのが、紙の本。はい、はいはいはい。紙の本、うん。やっぱ電子書籍がね、すごく便利になってきたから、久々に手で触って、ペラペラしながら、うん、そう、最後まで後書きまでたどり着いたっていう、でもなんかやっぱ、ね、で久々に読み切ったっていうのはやっぱいいことじゃない。うん、いや本当に、なんか自分でもその日はちょっと気持ちがあったかい感じで。まあまあまあ、あったかいのはどうでもいいんだけどさ、それをどうやって読み切ったのよ。あ、そうそうそう。でなんか知人からお勧めされた方法を今回使ったんですけど、うんうん、ポストイット、うん、ポストイットをうまく使ったんですけど、うん、ポストイットもただのポストイットじゃなくて、細い5ミリか7ミリぐらいのやつを使うと、気になったページじゃなくて気になった行に印がつけられる。はあはあ、なるほど。だから僕今本の上側に付箋がもう20個か30個ぐらい貼ってあるんですけど、どこのページのどこの行気になったかっていうのポストイットすごく便利で、うん、そうだから今本どこ気になったかっていうのはすごく視覚されてて、これ見返すと、あ、読んだなっていう気持ちでね、すごい気持ちがいいんですよ。ね、ちなみに何の本読んだの？あ、これね、ちなみにカフェから時代は作られるって本で、おーおーおー、どんな内容？パリの20世紀初頭の天才たちがカフェで集って、まあ、ピカソだったり、ラジネキでも出てきたモジリアーニだったりとか、はい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 、そうそう。まあ、内容は置いとくんですけど、まあ、その彼らたちのね、お話を、まあ、今回読み切ったっていうところで、すごいね、達成感に満たされた感じなんですよね。ちなみに本読むとき付箋貼った方がいいよって僕も昔あなたに言った気がするんだけど、まあ、やばい全然忘れてた。はい、やっぱ紙の本とかね、うん、読むとき僕もそうしてますけど、やっぱ付箋貼って、あと書く、うん、そのやっぱりこう恐れずに、こう、うん、重要だと思ったとこ線引いたりとか、ここのページに付箋貼るっていうこと、ね、これを、ね、駆使していくと、一冊読み切る時にも、うん、ね、どこから読んでたのか、自分の内容理解も深まっていくし、なんかぜひ工夫をね、リスナーの皆さんはやっていったらいいんじゃないんでしょうかと思って、うん、さて、ようやく、歴史の話をしていくわけですけれども、今回はですね、五祖七国の乱という、はい、漢の時代、その秦の始皇帝、秦の始皇帝がいて、その後、秦の始皇帝が死んだ後に混乱が起きちゃって、まあ、最後、はい、その後漢民族とか漢字の漢っていう国が出来上がりました、うん、でこの漢っていう国が出来上がったんだけれども、まあとはいえやっぱり混乱が最初あって、うん、五祖七国7つの国が反乱を起こしたっていう、反乱が起きちゃったっていうことがあったわけなんですね、はい、なるほど。漢という国ができたその直後ぐらいの反乱だったんですかね。ちょっと後かな。ちょっと後だった。ちょっと後、ちょっと後。50年、60年ぐらい経った後だった。で、それなりに、と、程よく、こう、まとまってはいたんだけれども、いろんな矛盾が出てきちゃって、それが大爆発した。なるほど。で、もともと、秦の時代。秦の始皇帝の時には、皇帝がいて、はい。その皇帝の下には全部官僚たちが、その軍とか県、うんうん、中国では県より軍の方が大きいよね。県より軍の方が大きい。あ、そっかそっか。日本だと県の方が大きいじゃん。県の中に軍があった。でも、うん、
中国では軍の方が県より大きいっていう風になってたんだけど、うん、はい、それを軍権制って言って中央からところ、うん、軍を命令する人、県を支配する人っていうのを派遣してやっていた。あ、そっか、軍そこにいた人たちではない、中央から来た人たちがそこを、だから指揮命令系統というトップに始皇帝がいたっていう状態だった、うん、あ、なるほどな、全部つながってるわけですね、中央に。そうで、これをこう、これがすごく強権的で圧政だったっていうこともあったから、うんうんうん、漢の時代には軍国制って言って、はい、もちろん漢の皇帝が直轄する軍とかっていうのもあるんだけれども、それとは別に国を作って、その国の中には王様がいて、うん、で王様が支配するっていうような構造を作ってたわけ。はははなるほど。で、軍権制との違いで言うと、その支配の単位が変わったってことなんですかね。軍権制は全部、全領土が軍とか県になって皇帝の直属の支配下に置かれていた、うん、はい、軍国制では軍は皇帝が直轄して支配しているんだけど、うん、国、はい、軍国制の国は王様が支配している。なるほどなるほど。もちろん王様は皇帝に頭下げるんだけど、はい、うんうんうん、一応別会社だから、ホールディングカンパニーとしてホールディングカンパニーがあるんだけど、じゃあそのホールディングカンパニーの会長さんが、うん、子会社の中の部長の人事権を持ってるかって言ったら持ってない、うん、部長を決めるのはその社長で、社長の人事を決めるのは誰かって言ったら一応、うん、会長、そのホールディングカンパニーの人が握ってるっていうことにはなるんだけれども、うんうん、じゃあ末端まで支配がいくかって言うと、そこは半分独立、うん、半独立状態になっている勢力がいるっていうのが軍国制だったわけです。そっか、じゃあ真の国に比べて少し権力を、まあ、弱めたって表現がいいのか、分散したっていう感じかな、うん、分散したのか、なるほど。で、分散させた状態で支配、それ、はい、だからこそ細かいところも行き届いて支配が進んでいったっていうことはあったんだけれども、時代が経てば経つほど、もともと王様に任命していた人っていうのは、はい、皇帝から任命されてたんだけど、そうですね、だん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 王様、うん、その王様がじゃあ次どうするかって言ったら、自分の息子とかにどんどん継がせていくわけです、うん、確かに確かに。そうすれば代を経るごとに、まあ、血縁関係は薄まっていくし、うん、こうなんか俺は任命してもらったって、皇帝に任命してもらったっていう感覚よりも親父の後を継いだって感覚になっていってしまったりとかすると、疎遠になったりとか、言うことを、中央の言うことをあんまり聞かなくなってくると。確かに中央との関係がどんどん薄まりますもんね。そう、で、うん、そうすると中央としてこう、いやもっとこう国の力を上げていくっていうことで、中央集権的なことをやっていこうとするときに、それが阻害を起こしていく、うん、なるほど。で、国の言うことを聞かせようとする中央と、いやいや俺たちは自分たちでやっていきたいんだ、中央の統制、うん、ちょっと聞かせすぎなんじゃないかこの野郎っていうことでぶつかったのが五卒四国の乱だったのね、うん、はあ、そっかそっか。だからそれまで、いや、OK だって言われてたことが、だん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 中央集権できなくなってくるっていうことに、地方が不満を持った。うん、なるほど。不満を持った地方が反乱を起こすんだけど、ポイントはね、五祖、はい、四国の乱って言って、7つの国が反乱を起こしたわけよ。ほうほうほう。7つの国。7つの国が反乱を起こしたわけよ。7つの国って、ってことは、まあ、バラバラの国たちが一気に反乱を起こした。起こした。だから規模はすごく大きかったのね。うん、だから、その、はい、一時はもう漢という国が崩壊するんじゃないかっていうぐらい反乱の火が広がっていったんだけど、ね、うん、やっぱり7国、うん、7つに分裂したところがみんなふざけんなって、はい、うん、こう、独立して反乱を起こしていったわけだから、統制とかが効いてないから、はい、中央のこうリーダーが一つにまとまってるところと7つに分かれちゃってるところで、結局最終的には五祖七国の乱の結果、漢は軍国制がほとんど崩壊して、まあある種、まあもちろん一部残ったんだけれども、事実上軍権制的なこう中央の力が強くなっていくっていう時代になっていく。ああ、そっか。
じゃあ地方は自分たちに力がどんどん溜まってったっていうところをもっと強めたかったから反乱を起こしたものの、それが結果失敗に終わってしまったってことなんですかね。漢という国が絶頂期、うん、要は自分たちは中央集権で権力を握ってやっていくっていうことができるようになったわけよ。なるほどな。いや、なんかそういう話を聞くと、例えば日本って国にとっても、まあ、国という、まあ、政治機関があって、で47都道府県っていう、まあ、バラバラの ね各国ごとの知事がいたりっていうところ、こう日本として一つにまとまるっていう時にも、いや、リーダーってどういう形が一番いいのかなっていうのがすごい考えさせられますよね。そうです。だからさ、こうやっぱり今だとさ、この新型コロナの問題で都道府県の知事がさ、結構表に出てきてリーダーシップ発揮したりとか、でもその一方で、国とか観光庁のリーダーシップが見えなかったりとか、いろんな人がやっぱポコ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 といろんな発信をしていく。でもちろんいろんな発信をしていくってことはすごく大切なんだけど、それを取りまとめていく人っていうこと、はい、これをきっちりやっていく人がね、やっぱ中心にいないと、なかなか世の中、こう前に進んでいく、いい方向に、明るい方向に進んでいくっていうのが難しいんじゃないのかなって思います。皆さん、ラジ歴では学び直し日本史総復習編というサブチャンネルを用意しています。こちらは全35エピソードを聞いていただくことによって、日本史の流れをつかめちゃう、こういった代物になっています。歴史を学び直したいんだけど、なかなか歴史の本読んでも何言ってるかわからない、頭に入ってこないという方、ぜひこちらを聞いて、日本史を学び直すための第一歩としてもらえたら最高です。日本史総復習編サブチャンネルは Apple、Google、Spotify 各プラットフォームでラジ歴日本史と検索していただくとお聞きいただけます。また Twitter でも質問感想などを募集していますので、ぜひお便りお寄せください。 Twitter アカウントはラジレキで検索してフォローしてください。それではラジオ歴史小話、本日はこのあたりまで。お相手はリートンとソッシュでした。